ロムルス・アウグストゥルス、ロムルス・アウグストゥルス、ロームルス・クガスティラス、460年から511年から536年、は、西ローマ帝国の皇帝、在位、475年から476年。ロムルス・アウグストゥルスの名で知られているが、本名は、ロムルス・アウグストゥス・アウグストゥルスは、超アウグストゥスという意味のニックネームである。彼自身は、 最後の皇帝であるが、その名は、くしくも、二人の初代統治者、伝説上の王政ローマ建国の初代王ロムルスと、帝政ローマの初代皇帝、アウグストゥスの名を合わせたものとなっている。ロムルス・アウグストゥルスは、父、フラビウス・オレステスによって475年10月31日に、西ローマ皇帝として擁立された。しかし、 それから一年も経たない476年9月4日に、ゲルマン人の将軍、オドケルによって、大義に追い込まれた。ロムルス・アウグストゥルスを敗したオドアケルは、西ローマ皇帝位を東ローマ皇帝ゼノンに返上して、ローマ帝国のイタリア領主に任命され、全ローマ帝国唯一の皇帝となったゼノンの大義として、イタリアを統治した。通続的に、 この出来事をもって西ローマ帝国の滅亡とみなされている。しかし、すでにそれ以前から西ローマ皇帝は一切の権威を失っており、実権はオドアケルに代表されるゲルマン人の将たちが握っていた。西ローマ皇帝の廃止を西ローマ帝国の滅亡と結びつける表現については誤解を招く不正確で不適切な表現として歴史学者より問題が指摘されている。 詳しくは、西ローマ帝国の功を参照。退位後のロムルス・はウグストルスは害して幸運だった。退位した時の彼は、まだ若く、オドアケルはその命まで奪おうとはしなかった。息子ロムルス・アウグストルスを定位につけた実の父、オレステスはオドアケルに殺されたが、ロムルス・はウグストルス自身とその家族は、カンパーニャに送られ、そこで恩給をもらい余生を過ごしている。後に、 オドアケルが敗れた時も新たに権力者となったテオドリック大王から恩給をもらい続けることができた。カンパーニアでは何百年も続くことになる修道院を建てるなどの業績を残したが、東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世によるイタリア支配をその目で見ることはなかった。ロムルス・アウグストゥルスにはバルバラ495年頃からという娘がおり、 ルフィウス・マグヌス・ファウストス・はウィエヌス、485年頃から、と結婚。アウィエナ、520年頃から、を設けた。ルフィウスの系譜を遡ると、祖先には、皇帝プピエヌス、ガイウス・アウィディウス・カッシュウスがおり、それからさらに遡ると、皇帝アウグストス、ダイユリア父、ダイユリアの夫マルクス・ウィプサニウス・アグリッパ、ダイユリアとアグリッパの娘である小ユリアにたどり着く。 アビエナはプロブス、少なくとも510年から542年までは、ゾンメイと結婚。プロバ、540年頃生誕を設け、プロバは、ローガスという男性と結婚。その間には、ファビア・エウドキア、580年頃から612年8月13日、がいる。ファビアは、後に、ヘラクレオス王朝の初代皇帝となる、ヘラクレオス一世の妻の一人となり、 コンスタンティノス三世、六百十二年から六百四十一年、エピファニア、六百十一年生誕の一難かずめを、設けた。コンスタンティノス三世の子孫は八世紀の初めまで、ヘラクレオス王朝として存続し、コンスタンス二世、コンスタンティノス四世、ユスティニアノス二世へと継承。ユスティニアノス二世の娘アナスタシアは、第一次ブルガリア帝国の皇帝、テルベルに嫁ぎ、 テレリグを設け、その子孫は、ブルガリア皇帝の位に即位している。著名なブルガリア皇帝としてくるむ、そして東ローマ帝国に一時的ではあるが優位に、立った、シメオに一世がいる。コンスタンティノス三世の血筋は少なくとも16世紀後半まで、その姉妹エピファニアの血筋は、複雑さを経て現在まで存続している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。